そしたら鏡とかから出しましょうかね。高知市美里で23日、朝早くから地域のゴミ出しのサポートに集まったのは、美里中学校の1年生から3年生までの35人です。美里中では3年前から生徒会を中心に地域貢献活動として地域のボランティア団体と協力して、夏と冬の不燃物のゴミの収集日に高齢者のゴミ出しの手伝いをしています。生徒たちは東津地区や新田地区の市営住宅や県営住宅に住む自力で大きなゴミを運び出すことが難しい高齢者の家を訪れました。この家に一人で住む60代の女性は自力で歩くことが難しく、去年に続き今年も中学生たちにゴミ出しをお願いしました。助かってます。全然もうだんだん様子になって何もできなくなって、両杖で荷物を持つっていうのがなかなか難しいのと、誰かに手伝ってもらわんといかんみたいな。生徒たちはいらなくなった椅子や姿見など大きなゴミを手分けしながら運び出していきました。高知市社会福祉協議会によりますと、この東津地区では住民のおよそ4割が65歳以上の高齢者で、地域の高齢化や家族形態の変化などによって自力でゴミ出しなどができずに悩んでいる人が増えているということです。この日のボランティアに参加した生徒たちは手押し車などを使って10カ所余りの住宅を回り、ゴミを収集場まで集めていきました。やってみてお礼とかも言われてめっちゃ気持ちよかったし、地域に貢献できてると思ったらすごく嬉しくなりました。結構今回ゴミの量が多くて、出せない人とかもたくさんいたと思うんで、もうこの活動で、いろんな人の力になれたらいいなって思ってます。生徒たちは地域住民からの感謝の言葉を聞きながら地域の問題について考えている様子でした。美里中学校では来月27日にもゴミ出しのボランティアを行う予定です。